第1週のこの時間はお祭りわっしょいです。このコーナーは楽しいことが大好きな人この指と生まれイベント派遣の楽しそうの提供でお送りします。イベント派遣楽しそうの代表上野のり子さんにお話を伺います。上野さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。上野さん、この4月に大きなイベントがあるそうですね。そうですね、皆様あの春です。春といったら春のイベントですね、はい、楽しそうでは今回楽しそう春のフェスタ母の日フェアを開催いたします。それはいつされるんですか。はい、あの4月の22日の日曜日10時から16時までです。ハローズでされるのは2回目ですよね。昨年12月に冬のフェスタをさせていただきまして、今回第2回目の春のフェスタを開催いたします。場所はもう前回と同じね、ハローズの緑町店ショッピングモール内のエントランスの中で開催いたします。で、今回はやはり楽しそうなメンバーたちでお待ちしておりますが、催しを2つご準備しております。あ、何でしょう。はい、まず1つ、笑いヨガ、ご存知ですか。もうみんなで笑って長生きしましょうというヨガを、午前中11時から午後13時から大きな声で笑って長生きをしましょうというヨガをいたします。ぜひ皆さんね、楽しみにしておいてください。はい、もう一つ、回って回って抽選会。はい、あの皆さん、あの20何ブースって出るんですけども、はい、あの各ブースをね、まあ、あのご利用いただいた方、まず3ブースご利用ください。3ブースご利用いただいた方はあの抽選を1回引いていただきまして、あの各ブースでご準備したプレゼントをお渡しさせていただきます。はい、この2つがスペシャルコーナーでございます。そうなんですね、はい、今回初ですね、その2つはね。はい、ではどんなブースがありますか。はい、今回まずワークショップですね、はい、皆様本当に今まだまだ人気がありますハーバリウム作り、今回初めてなんですが七宝焼き作りもあのご体験いただけます。あ、体験もできるんですね。はい、ワークショップですからもう体験を皆さんにねしていただきます。あとブレスレットの制作体験、あとリボンヘアアクセサリー、あとつまみ細工ってご存知ですか。あの布で作るかわいいね細工物なんです。こちらもワークショップができますのでご利用になってください。はい、あと続いて販売コーナー、はい、まずパワーストーンの鑑定とかインテリア雑貨販売、リボンアクセサリー販売、アートフラワー、プリザーブドフラワー、母の日ですからね最高ですね、こういうプレゼントね。ハット筆文字アート、あとビニール雑貨、クレイアート雑貨、クレイアートっていうのは粘土細工なんです。それでとっても素敵なお花とかね、あのアクセサリーを作ります。はい、それとステンドグラスの雑貨の販売もございます。あと私が作ります苔玉ですね。はい、あとですね、あのつまみ細工、布小物の販売、あとかわいいねちょっと変わったろうそく販売を、お線香とかろうそく販売をいたします。お楽しみにしておいてください。すべてね母の日のプレゼントにどうぞって感じのものばっかりですので、あのまたご準備ね、これからっていう方ね、ぜひ素敵なプレゼントを見つけていただけたらと思います。またまた今回も美と健康ですねのコーナーございます。経路パーツマッサージ、まあ姿勢の相談とかね、あのどうしても姿勢が悪い方もいらっしゃいますんで姿勢相談なんかもさせていただいてます。あとハンドケア、体ケアと小顔矯正、あと耳つぼジュエリーなどもご用意しております。はい、あと占いコーナーね、はい、今回はタロット占い、手相鑑定、あのよろずの神オラクルカードなど占いのコーナーもね3人の先生頑張ってさせていただきます。あと飲食のコーナーもございます。はい、あのほっぺが落ちるスイーツコーナーね、あの栄養士さんが作るねあのスイーツなんです。とても美味しいので皆さんお楽しみに。あとね和菓子職人さん、
が作る和菓子も今回販売いたします。あと牛串とか豚串とかね、もう熱々の串焼きを召し上がっていただけますし、あとカレーライスなどもご準備しております。本当に盛りだくさんにねご準備させていただいてますのでね、どうぞお楽しみください。はい、あともう一つ、春が来たワンちゃんうっとりペットマッサージというものをさせていただきます。たくさんねもうね暖かくなりましたんで、ワンちゃん連れてきてください。あともう一つ、プロが撮ります親子フォトとか、まあ、お写真もうプロの方が素敵な一枚のお写真を撮るイベントをいたしますので、そちらの方もお楽しみになっておいてください。緑町のハローズのイベント、こちらは4月22日の日曜日に行われます。時間は何時から何時までですか？はい、10時から16時でございます。はい、そしてこの緑町にあるハローズの隣、軽文社でも何かされるんですか？はい、ね、毎月皆さんね、軽文社ブックスプラス緑町ブックミーツコーヒー店内で楽しそうのメンバーがワークショップをしてるんですね。はい、それでまずですね4月の予定を言います。はい、まずですね、はい、4月の12日カイロプラクティックの小顔矯正、はい、時間は11時からです。4月の19日ヨガ教室、はい、こちらは13時からでございます。続いて4月の23日アクセサリー作り、10時からと11時からの2回に分かれてしております。はい、あと4月の26日27日まず26日は11時から14時まで、はい、27日は夜の18時から8時までタロット占いをいたしております。毎月毎月いろいろなワークショップを楽しそうの面々が皆様にお送りしておりますので、そちらの方もちょっと覗いてみてください。ではこれらのすべての問い合わせ先はどちらになりますか？はい、私楽しそう代表上野まで、はい、電話番号申します。090-9504-3792 090-9504-3792 までお問い合わせください。今日もイベント派遣楽しそうの代表上野のり子さんにお話を伺いました。上野さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さんお持ちいたしております。お祭りわっしょい、このコーナーは楽しいことが大好きな人この指とまれイベント派遣の楽しそうの提供でお送りしました。